魚辺に雪と書くだけあって冬に旬を迎えるタラ、深浦や脇の沢など県内各地で取れるそうです。今日はそのタラをちょっと探しに行ってみたいと思います。寒いけど関係ないね、行くぜタラ。一押し青森うまいもの。訪れたのは青森市にあるアウガ。こちらの地下に新鮮市場があります。いやー、市場だけにやっぱりいろんなものありますね。お、乾物屋さん。あ、おはようございます。酒とかイチロ美味しいですよ、やわらかい。カニ、毛ガニ、あ、ありました、マグロ。大間の津軽海峡の有名な大間の本マグロ、美味しいよ、これは。私ね、この間解体ショー見に行ったんですよ。すごいですよね。大阪から来たりしてるんですよね。あ、天狗が来てるよ、大間に。ありましたよ、今日のお目当てタラ。あ、はい、あ、どうも。いやー、丸々と取ったタラですね。そうです、あ、やりましたよ、青森県深浦さん。はい。あ、これ何キロぐらいあるんですか。それは 6.5 キロかかりました。 6.5、 はい、大きいタラですね。大きい。タラはいつぐらいの時期に取れるんですか。タラはまず一年中取れるんだけども、まず11月から2月が一番取れてます。あ、冬の魚ですね。そうですね。あ、これがタラの子。そう、これはメス。あ、メス。あ、これはこれは白子、オス。あ、オス。オス。あ、オス。いやいや、オス。オス。あ、そうですか。あの、タラってどんな料理で食べれば美味しいですかね。まあ、煮で食べたり、焼いて食べたり。まあ、青森の場合、一番人気あるのはジャッパ汁だべ。やっぱりジャッパ汁ですか。いやー、いかった。青森で。冬に旬を迎えるタラ。やっぱり鍋料理でいただきたいですね。明日はタラ料理編です。お楽しみに。